警備員という仕事は決して派手ではないが、機械には任せられない仕事だと思っている。定型文では説明のできない問いに答えることもあるし、不審者を追い払うことはもちろん、時にその人に手を差し伸べる必要もある。人の心がなければできない仕事。その仕事に誇りを持って30年。お疲れ様でした。上田さん、今日もご苦労様。いつも通り定時になり、交代の職員に挨拶をして現場を離れる。ああ上田さん、今上がりかな。あ、どうも木下社長、お疲れ様です。会社に入ると同時にかけられた声に、そちらを見れば退社するところだったのだろう。社長がにこやかな笑顔を浮かべていた。君が警備員として立っていてくれることは、我が社にとって大切な財産だ。いつもありがとう。本当に感謝しているよ。いえ、自分は自分の仕事を全うしているだけですから。警備員というと何かと見下されがちだが、うちの社長は警備員も会社の仲間であるという思いから、正社員として我々を雇ってくれている。加藤商事はここで働くすべてのスタッフを平等に扱ってくれているのだ。君たちは会社の顔とも言うべき存在だ。明日もよろしく頼むよ。もちろんです。明日もよろしくお願いします。そうだ、今日はこれから時間はあるかな。よかったら一杯付き合わないか。申し訳ありません社長、実は今日誕生日でして。おお、そうか、知らないとはいえ失礼した。そうしたら家族でお祝いだな。おめでとう。がっちり握手を交わして社長は退社していった。誘いを断るのは気が引けたが、今日は家族で食事をすることになっている。高校生になり、最近会話が少なくなってきた娘からも、今日は早く帰ってきてと言われていた。家族で過ごす時間は久しぶりだ。足取りも軽く、俺は帰路に着くのであった。帰ると食事が用意されていて、家族で楽しいひととき。そんな想像は玄関を入るまでもなく、崩されることとなった。あはっ、ウケる!ママ、本当にすげえ早く帰ってきたよ。あら、ほんと。じゃ、入場料でもいただきましょうかね。妻の美咲と娘のカノンは、玄関前で俺を見つけるなり、ゲラゲラと指をさして笑い出した。ただいま二人とも、待っていてくれたのか?はあ?どんだけ頭を肌畑なんだよ、おっさん。カノン?反抗期の娘にしては、口調がきつすぎる。注意したいところをぐっとこらえて顔を見ると、おえーっとえずく真似をしてみせた。キモ、ちょっとあんま見ないでよ。貧乏が映るじゃん。こら、カノン。本当のことを言うんじゃありません。美咲の静止も、どちらかというと、揶揄にしか聞こえない。一体この態度は何なんだろうか。二人とも、一体どうしたんだ?わからないの?今日はお祝いよ。あなたと私たちが別離するための。え?言うなり、美咲は俺に一枚の紙を投げつけた。離婚届。美咲、なんでだ?わからないの?本当にバカでどうしようもないわね。しょうがないよママ。ママと違ってこの人バカだし、エリートでもないし。さらにバカにしたような態度が加速していく。あのさ、今まで家に入れてもらってただけでも感謝してよね。ママの稼ぎがなかったらご飯だって食べられなかったんだから。え、50歳にもなって警備員とかさ、マジでないから。あんな大企業で正社員なんだから、いつかは警備員じゃなくなるのかと思っていたけれど、めでたく50歳。重役はおろか、オフィスに入ることもできないレベルの旦那なんて必要ないのよ。っていうか、邪魔?常々、美咲の態度が気にはなっていた。いつになったら偉くなるんだ、出世するんだ、社内に入れるんだと。俺は自分が社長から必要とされていることを理解しているし、今の仕事に誇りを持っていると
繰り返し説明してきた。それを理解してくれているとばかり思っていたのだが。だから今日限りで出て行ってもらうわね。さよなら。バイバーイ。おい、美咲、カノン。俺の声に振り返ることなく、ボストンバッグを一つ放り出して、二人は室内へ消えていった。いくら呼んでも、再び扉が開くことはなく、電話をかけてもつながることはなく。そんな。俺の50歳のバースデーは、妻子に捨てられるという、とんでもないプレゼントで幕を閉じた。あれから10年。そんなに高くない給料で、なんとかやりくりをしながら、10年。なんとか俺は暮らしてくることができた。家族は失ったが、蔑まれることも、馬鹿にされることもなく、自分が誇りを持っている仕事を十分にできている。それはそれで、悪い人生ではない。ん？いつも通りの仕事の帰り道。視界に入ったのは、困った様子の一人の女性。見れば、耳に補聴器をつけている。どうかされましたか？声をかけると、女性は一瞬びっくりしたような様子でこちらを見て、何かを必死で訴え始めた。あ、もしかして片方の補聴器が？聞き取りづらくはあったが、女性の必死の発声とジェスチャーから片方の補聴器がないことに気づいた。これでは聞こえることも半分になってしまうし、さぞかし不便だろう。一緒に探しましょう。俺がそう答えると、女性は嬉しそうに笑ってうなずいた。周囲を探していると、視界の端にキラリと光るもの。植木鉢の裏に落ちていた小さな機械を見つけて手に取ってみる。あった。これかな？間違いなく補聴器であることを確認して、女性に手渡す。女性はパッと笑顔になり、何度も頭を下げてみせた。いえいえ、見つかってよかったです。繰り返しお礼を言って、頭を下げる彼女に、大丈夫だからと声をかける。なんて気持ちが清らかな人なんだろうか。容姿もさることながら、心の綺麗さに感心してしまう。ちょっと見てよ、ママ。あらやだ、貧乏人同士の助け合い？見苦しい。その時、背後からかけられた声に驚いて振り返った。そこにいたのは、美咲とカノン。うわ、未練やっぱ、よくわかったね。元お父さん？相変わらずのしがない警備員なのね。呆れた。全身をブランド物でまとめたコーディネート。一見して裕福だということがわかる。そして10年前から比べると、とてもふくよかになった二人がいた。別れたあの日のように、俺を見下した表情、態度でじろじろと見てくる。耳が聞こえない私、かわいそうな人と何してたの？カノン、そんな失礼なことを言うものではない。困っている人を助けていただけだ。うわぁ、偽善者オツ。こんなのが父親だったとか、ダサすぎ。ほんと、そうやって媚び売って何の得になるっていうのよ。ごまをする相手もわからないの？そんなだから警備員なのよ。次々と人としてありえない言葉が出てくる。俺は怒りに打ち震えながら、我慢の限界が近づいているのを感じていた。あかり、すまない。遅くなった。すると、そこへ現れた高身長の青年。俺が助けた補聴器の女性に近づくと、俺たちの様子に気がつき、眉根を寄せた。やば、超イケメン。あかり、この人たちは？補聴器の彼女。あかりさんは、男性に手話と声で何かを必死に伝え始めた。すると、みるみる男性の表情が険しくなり、それから何かに気づいたかのように、はっと目を見開いた。そうか、そういうことか。わかったわかった。
男性はあかりさんをなだめながら、美咲とカノンに向き直った。上田美咲さんですね。私をご存知なんですか？ちょっとママずるいよ。紹介してよ。にっこりと笑顔を浮かべて、美咲に声をかけた男性は、満足そうにうなずくと一変、鋭い目つきで二人をにらみつけた。即刻、家から出て行ってもらう。すぐに荷物をまとめに戻るといい。え？まさか、私がわからないとでも？ましてや、あかりのことがわからない？言われてから美咲は逡巡した。そして、みるみる顔の色を青くしていった。まさかあなたは、次期社長の藤堂勝則さん？社長秘書をしていて、海外部署を任されている私とあかりのことがわからないなんて、そんなバカなことがあるもんなんですね。呆れました。いえ、なんていうか、いでたちがそうじゃないと言いますか。高級ブランド物に身を包まないと、重役としておかしい、とでも？そういうわけでは。美咲の言う通り、男性もあかりさんも、高級ブランドではない、普通の服を着ていた。それが、美咲の色眼鏡をおかしくしたのだろう。まさか、自社の重役の顔もわからなかったとは。妹を助けてくれた人に対して、失礼な態度を取られていたそうですね。違うんです。この人は私の元夫で、社長秘書の私とは到底釣り合わない警備員で。警備員？警備員の何がいけないんですか？だって、大企業に勤めているというから結婚したのに、まさか警備員だなんて。出世も役職も望めない会社の貧困層じゃないですか。へえ。男性の表情がさらに険しくなった。それに気づいているのかいないのか、美咲は警備員なんて底辺の仕事だ。男として情けない、などと、さらに俺をこき下ろした。やはりあなたは、我が社にふさわしくない。この場で即刻解雇を通達する。社宅である家からも、今すぐ出ていくがいい。え？ちょっと次期社長、それはあまりにも。我が社は警備会社だということを忘れか？そこに勤める社員は我が社の宝。それをそんな低俗な考えで見ていたとは。そんな人材は必要ない。そんな！人事を一手に担っているあかりの権限と次期社長の私の許諾で解雇は可能だ。二度と我が社に顔を出さないでもらおう。それから、美咲がいくら何を取り繕おうとも、後の祭り。男性は一切聞く耳を持たず、俺とあかりさんを連れて、その場を離れるのであった。上田くん、今日もご苦労さん。社長、お疲れ様です。いつも通り、退社する社長を見送る。警備員という仕事は、その会社の顔。俺にそう言ってくれた社長。それにしても、君は真面目だな。いい話だっただろ、藤堂さんのところからのは。そう言って、社長は困った顔をした。美咲とカノンに再会したあの日、俺が助けた女性は、なんと警備会社の最大手である、藤堂コーポレーションの社長令嬢であった。そして、あの時間に入ってくれた男性は、次期社長の藤堂勝則さん。実は、美咲は藤堂コーポレーションの秘書課で働いていたのだ。まさか自社の重役の顔を覚えていなかったとは驚きなのだが、俺が加藤商事の正社員警備員であることを知り、ぜひ藤堂コーポレーションにとお誘いを受けたのだ。そうですね。でも俺はこの会社が好きですから。そうかそうか。いや、嬉しいもんだな。そう言って、社長は嬉しそうにはにかんだ。藤堂さんからの誘いを断り、いつものように加藤商事の入り口に立っている。正社員でそこで働くということはお断りしたが、研修や新人の育成などに参加させてもらい、藤堂コーポレーションの末席に名を連ねることになった。でも後進を育てるという見解はとても素晴らしいので、時々は協力させてもらっています。そうだな、それが一番だ。私も君も
もう若くないからな。まったくです。どうだね、このあと一杯。それでも相変わらず俺を大切にしてくれる社長。底辺だ、貧乏だと切り捨てた美咲とカノン。何が大切か、それはもう明白だった。ええ、喜んで。これからも自分が誇りに思う仕事に邁進していこうと心に誓うのであった。